シンガポールの皆さん、こんにちは。こんにちは。いくらです。相川こずえです。はい、私たちは日本から今日このイベントのためにやってきました。はるばる、はるばる飛行機に乗って、はい、シンガポールに初めて来たんですけど、まず全部初めてだから、なんだろうな、シンガポールまず印象はどうなんですか？印象、なんか街が綺麗だなと思ってました。街が綺麗、あと食べ物が美味しかった、いろんな食べ物があるんだなって思いました。多国籍料理、料理美味しかったです。あとはマーライオン見に行きました。大きい方、大きい方のマーライオン見に行ったらすごい大きかった、あ、そう、頭にアンテナがありましたそんな感じびっくりしました。今日はこれから2部、イベントの2部にもう一回出させていただいて踊っていくんですけど、はい、頑張ろうと思います。日本に帰っても応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ダンスロイドの由来だ、ダンスロイドができた由来は、私が小杖ちゃんともう一人ミンカちゃんっていうニコニコ動画に踊ってみたあの動画をアップしていた2人を誘って3人で最初は結成しました。それで、今年の4月にミンカちゃんは残念ながら卒業してしまったので、オーディションをやって新メンバーを3人入れました。入れさせていただいて今は5人でみんなで活動してます。はい、はい、そして今後シンガポールで、はい、シンガポールのファンの人とかに期待してほしいことっていうか、今日多分初めてダンスロイドをステージで見た方もいると思うんですよ。なんで、そういう人たちにも自分たちを知ってもらって、で私たちは YouTube とかニコニコ動画に動画を投稿しているので、その家に行っても私たちがシンガポールにいなくても私たちを見ることができるんですよ、なのでそれを見て、例えば元気がない時とかちょっと癒されたいなって時に、その私たちの動画を見てこうプラスな気持ちをもらってくれればすごく嬉しいなって思います。はい、以上、ダンスロイドのいくらと相川こずえでした。ありがとうございました。